はい、どうも皆さん、こんにちは。マオでございます。フルコンです。ヘイトルビル。スナダメです。ということで、今日は皆さんに死んでもらいたいと思います。はい、うわぁ、死にたかった。ダイイングメッセージ。よく死んでる。ありがとうございます。はい、これ、ちょっとね、ダイイングメッセージを皆さんに残してもらいたいんですよ。はい。で、まあ、一人、小説家がいて、うん、その小説家が死にます、これから。ほう。ほう、そうなんだ。はい、死んだ上で、その代わりダイイングメッセージを残し、皆さん、残された人に、犯人を見つけてほしいんです。おー、殺された無念を晴らしてほしい。なるほどね、うん、はい、ということで、まあ、ざっとルールを説明したいと思います。はい、はい、まずこちらに職業カードがあります、はい、まあ、モデルだとか音楽家だとか、いろいろいますね、まあ、こういう人たちがいます。これを9種類並べます、はい、でさらに、道具、凶器ですね、はい、凶器も並べてもらいますと、でさらに、動機ですね、借金だとか不倫だとか、まあ、こういういろいろなものがあって、はい、で、それぞれ、こうやって並べたときに、一つずつ、僕だけ、まあ、最初僕が死にますね。はい、僕だけが分かるように抜粋します。例えば、音楽家、ハイヒール、脅かしが、だったとします。はい、で、そうしたときにですね、まあ、これだけだと、あれなんですけど、僕も死に際です。ぶっ殺されてるんで、はい、ハイヒールでぶん殴られて、うん、鼻えぐられて死んでるんで、ギリギリメッセージを残せるんですけど、うん、それが、こちらにですね、あります、名詞と形容詞の、いっぱい入ってる袋があります。で、これをそれぞれ6枚ずつ引きます。で、例えば、疎いだとか、少ないだとか、の、こういうやつが出てきて、はい、名詞の方はそれぞれ、冷静で、体、偶数とか、まあ、こういう単語が出てきますと。ね、で、まあ、これで、それぞれ、例えば音楽家だったら、はい、例えば、ちょっと勝手っぽいな、勝手な、冷静ってやると、この中からみんなは、こういうヒントを出したときに、みんなは、俺はもう何も言えない。なぜか死んでるから。はい、そのときに皆さんにはこの、死に口なし、はい、6枚のストップカードみたいなのが配られます。はい、で、これをみんなで議論して、うん、絶対勝手な冷静ではないよってなときに、例えば、ボクサーは違うよね。確かに。みたいな感じで、こうやって置いてってもらうと。絶対にないって思うのに置いていくんですよ、はい、そう、置いていく、はい。で、これが、全部、その犯人ではないとこに置いて、それが正解していた場合は、うん、これをひっくり返すことができます。はい。で、それを3ターン。3ターンでいいんだよ。6×3 やります。はい、はい、はい。その代わり、これで例えば、犯人にぶち当ててしまってた場合、はい、それは失敗になってしまいます。はい、はい。で、失敗になった場合は、こちらにですね、推理カードというのが4枚あって、これが1個ドクロになってしまうと。あら。これは4回、4ミスするとゲームオーバー。了解です。になってしまうと。わかりました。はい。はい。でもその代わり成功した場合は、なんと報酬があって、嬉しい。追加で1枚ずつこちらからヒントが出ます。はいはいはい。で、それを小説家は、あ、もう1個証拠が見つかったぞっていうんで、こっちに追加してもいいと。なるほどなるほど。で、その代わり必ずセットでやってくださいと。はいはい。向かなるほど。待ってたやつでもやっていい。何回も回るっていうか、一回戦が長いみたいな感じですね。そうですね。丁寧にやっていく一回戦か。はい。じゃあ大事だぞ、じゃあこれ死ぬ人。任せとけ。で、この死ぬ人をどうする？じゃあ俺ら3人だから死ぬじゃんけんしますか。負けたら死ぬ。死ぬじゃんけん。負けたら死ぬぞ。はい、ここに入ってます。はい。自害するの誰だ？じゃんけん。はい。勝った。自害するのどっちだ？じゃんけん。はい。あ、じゃあ私が。はい、じゃあ砂ザメさんには死んでもらいます。死にましょう。はい。じゃあ、砂爪さん死ぬ！いやー、自害！おめでとう。じゃあやっていきましょう。ちなみに殺人なんで自害じゃないです。あ、確かに。そう言われてみれば。じゃあ目つぶってください。はい、じゃあカメラに映しまーす。はい。皆さん殺したのはこいつだ。こいつだ。まず今、人を選びました。続いて凶器を選びます。はい、凶器はこれだ。はい。殺され方を選んでいます。次、なぜその人がこの凶器でやられてしまったのかという動機はこれですね。砂爪さん。なるほど。はい。そしたら砂爪さんは。はい。はい、じゃあ砂爪さん、ここから6枚、はい、それぞれ6枚ずつ、6枚ずつですね、はい、名詞と形容詞、面白そう、6枚、はい、6枚いきました、殺されもらったと、殺されマッチングが終わり、はい、殺されマッチですね、はいはい、でそれっぽいのを砂さん、それぞれ、セットでね、うん、赤と青1セットずつで、私はこの中の誰かに殺されたんだ、うん、そういうことだ、うん、せめてみんながみんなへのメッセージを残さないと、犯人はあいつなんだ、あ、みんな目をつぶってくれ、はいはい、はい、くそー、せめてダイイングメッセージを残さないといけないんだ、
よし。よし。はい。あとは頼んだ。目を開けます。はい。はい。はい。おお。さあ。が砂ザメの。でもここからは砂ザメさんはなんと死んでいるのでリアクション等々で我々を助けることはできません。大変だ。はい。はい。はい、私は天から見守っているよ。あ、でも。あ、でもいけるんじゃないですか。いけそうだぞ。じゃあまず、まあ犯人からいきますか。うん。うん、贅沢な暮らししてそう、してそう、やしてそう、野球選手だからしてなさそうな人から、うん、ストップしていきましょうか。科学者してないんじゃん。辛いだろう、ね、うん、いや麻薬仲介人とか絶対贅沢な暮らしじゃないですよ。いやでも贅暮らしじゃない、めちゃくちゃお金入ってんじゃない。いやでもそれ言ったらもっとちゃんとなんか科学者とか、うん、いう感じな、贅沢か。麻薬仲介人、仲介人ですよ、売ってる方じゃないですよ。ちょ待って、っていうかさ、これすごくない、柔らかな 目や、絶対これだろ。おお、いいダイニングメッセージじゃん。でちなみにこれあの222で消さなくてもいいよ。そう、ああそうなんだ。じゃあむしろここ柔らかな目外してさ、ここら辺潰してけば柔らかな目とか絶対ないでしょ。いや待ってください、洗濯機目の可能性ある。あ、目、これはまあ残しておきましょう。まあまあまあ、じゃ あ, あとは消してもいいぐらい。火の粉、ハサミ、これで一回、うん、あ、また、あと明るい四角形、明るい、明るい四角形、すごいダイニングメッセージ、すごいじゃん。じゃあ、まあ一回これで行ってみようか。オッケーです、オッケーです、オッケーです。砂ザメの、天に住む砂ザメさん、はい、正解以外のものを指しているのでしょうか。あ、そうですね、正解は今のところ指していません。おー、はい、ということはじゃあ裏返せる、1ターン目成功なので、うん、さらにヒントをもらえる。でさらに、ヒントが、見つかる。それぞれ1枚ずつ引いてもろて、はいはいはい、1枚ずつ引いてもろて、でここのやつも使っていい。で追加でここにヒントを作ってよいと。おお、また3セット。あ、1セット、11だけ追加で引けるので。11、はい、じゃ今引きました、はい、11引きました。で、はい、そしたらこの中から組み合わせで、どっかにあの追加のヒントがいりそうだな。なるほど。あの、もし追加するんだったら入れる。追加ヒントを上げたくなくても必ずタイル1枚を配置する必要があります。ほう、ワンセットか、もしくは例えばだけど小さいとか、うん、かすかなとか、うんうんうん、なんかうまいところに置いてあげないといけない。なるほど、何かしらヒントをつかないといけない。了解です。はい、任せておけ。じゃあちょっと任せます。うん、うわー、ぜいくー、うん、お、そうなんだ。え、なるほど、うん、追加のダイイングメッセージが見つかりました。ほう、なんと冬です。冬、え、冬、そこに入れるんだね、しかも、うん、そう、危険だった可能性ある、うん、テディベアに冬のイメージあるかな、なん、でも縄跳びと洗濯機にも冬のイメージはない。ない。これは砂ザメが、まるでダイニングメッセージを間違えたかのような、うん、どういうことなんだ。明るい四角形に関してはそう、もうもうこれだよな。確かに。じゃあここを確実にするものとして、うん、もうちょっとヒントもらうか。もらおう。てかやはりあれだな、うん、てかここがやばい。そうなんだよな、贅沢な暮らしじゃ絞れないから。てか待って、ここ潰しちゃうとさ、次ラストターンなんだけど、うん、ここが行けなくなる可能性があるから、確かに確かに、ちょっと潰す、ちょっとじゃあここ3ぐらい潰しといて、まあ、明らかに明らかに1人ずつ、絶対に贅沢な暮らしじゃないだろうっていう職業、はい、絵描き、絵描き、まあ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 、まあ、料理人かな、アイドル歌い手とかちょっと怪しい、アイドル歌い手怪しい、怪しい、世間一般で考えたらさ、うん、やっぱさ贅沢な暮らしじゃないような気もするけど、今時代がさ、うん、そう、時代が時代だ、時代が時代だから、アイドルとか歌い手さんでもすごい贅沢な暮らししてるイメージつきやすい人もいるんだよね、うん、そうなんだ。野球選手はね、濃厚筋ではあるんだけど、ここがマジでむずい。いや野球選手が一番贅沢な暮らしっぽいけどな。いや、そう、いや俺いいっすか、麻薬仲介人で贅沢な暮らしは、うんうん、ない。まあ浮かばないかな。そうね。しないかな。ちょっと俺のイメージとは違うかな。ちょっとここに贅沢な暮らしってイメージがあったら、ちょっと俺はショックかもしれない。なるほど。であれば、じゃあ天国にいる砂ザメさん。はい、いやこれで見せてたら終わる。これは通りますか？この選択は、あなたの犯人を。この6個の中に
私の犯人、愛嬌器、動機は含まれてます。まあ、こっちだろうな。え、俺じゃあミスったのか。絶対こっちやわ。絵描きもあるんか。なんかその古い、古くは絵描きがね、結構アーティストとして金持ちだったからみたいな。贅沢なクラス。これってこの後どうなるんですか。これを4ミスするともうゲームオーバーになっちゃう。だから変えるのか。そう、変える場所、まあ、ここだろ。変えるの多分、まあ一旦ここ外すか。確かに一旦ここ外して、もうここを潰すか、確実にしようか、確実に一回潰そうか、うん、すか、はい、あ、それいいじゃないですか、はい、そしたら3択になりません、うん、そうしよう、逆に言ったら、うん、そう、3択にはなる、3択になるからとても良くないですか、うん、とても良い。天国にいる砂沢さん、これは大丈夫ですか。この中、今回は動機ですね、はい、動機の中に私の犯人の動機は含まれていません。おお、まあ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 、こっちはね、まあまあまあ、よし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 、まあまあまあ、危ねえ、危ねえ、犯人三択か、むしろでもむずい、またじゃあ11引くのかしら、これ11引きます、うん、はい、お願いします。砂さんで1枚もしくはセットで追加してあげてください。11、こうなった結果、はいはいはい、くっ、あー、さい、おお、古い古い、どこでしたっけ、ね、料理人とこことここっすよね。そう、古いだったら絵描きなんじゃね。絵描きっぽい気はする。うん、あー、絵描きっぽい気はする。歴史上は確かに贅沢かもしれない。もうここはさ、テディおどかしでいいよね。うん、だと思う。 なんか僕もそう思います。だよね、ここが増えたのがちょっと怖いけど。まあ冬まあでも苦肉の策のダイイングメッセージだった可能性はあるから。うん、いや、なんか絵描きだったら空間とか入れてもいいかなと思うんですよ、僕。あー、確かに。あとはそうね、わかるわ。あ、海とか木もあるしね。うん、そう、なんか描けそうじゃないですか。うん、そうだね。だから、じゃあ麻薬中華にあや、いや、わかる。そうなった時に海って料理人って魚料理とかもあるんで、うんうんうん、こういうのっていけそうじゃないですか。これで、ね、作戦としてはこの3の中に犯人がいるから、そのだ別の 1,2,3,4,5,6 って潰すことはできるんだけど、うん、最後の最終推理の時に当てられなくなるから、ね、ある程度絞りたい、一人は絞りたいな、うん、そう。じゃあ、まあ、とりあえず置きますか、他のところにこうやって置いて、うんうん、であと1枚をどっか潰して2択にしよう。そうだね、古いだから。古いはね、まあ絵描きっぽいよな。でも確かにこれ使うんじゃないのはね、すげえ分かる。でも古いって言われてこれが出てくることもあんまないかな。麻薬仲介人って今はもういます？でも分かんねえよ。分かんない、まあ、いるんだろうけど。でも仲介人潰せたらでかい。だって料理人は多分違うから、うん、仲介人置いといてこれでいくか。うん、贅沢な暮らし。絵描きって贅沢な暮らし。いや、ごめんなさい、贅沢な暮らしは料理人は確かちょっととても素晴らしい職業ですけど、申し訳ないですけど、このメンツの中だったら俺ね、ワンチャンなんかこっちの方がなんか汚いお金を手に入れて、そうそうそう、贅沢な暮らしをしてそうって思うから、ね、料理人消します。料理人消しましょう、うん、でも野球選手潰したくない？ちょっとだからさ、あー、それはもちろん、まあ、でも関係ないか、関係ないか、関係ない、関係ない、もう三択なんだよ、どこ潰しても一緒。じゃあこれでいくか、はい、もうここはもうフィックスね。これもうこれしかないもんな。これ結構むずいぞ。天国の砂沢さん、これは大丈夫ですか。これは私の犯人は含まれていません。おー、まあ、まあ、じゃあ料理人ではなかったと。絵描きか仲介に、まあ野球選手はもう違いますよ。ここで、はい、もうこれラスト、これラストなので3枚決めないといけない。でここで成功したので、1枚ずつ追加ができます。あ、まだいけるんだ。はい、追加が入ります。こちらは、あ、くー、なんとか伝わってくれ。ん、あ、はいはい、いきます。僕整いました、整いました、整った。これ、うん、
砂鮫さんが今回死んでるんですよ、うん、砂鮫さんに関係のある人物、うん、麻薬仲介人だ。麻薬仲介人です。そういうことか。そういうことだ。いや今回の犯人は分かった、セラさんかマリオさんだ。あ、ま、え、じゃ、え、あ、え、え、いや、そういうことだと思いますよ。関係ってそういうことじゃないですか。じゃあ最終推理パートになるので、まず野球は絶対違うでしょ、はい、で、これ最後残るようにするのよ、うんうん、洗濯機も違います、縄跳びも違います。でもこれはこれでいいよね。いや、俺ね、これ思ったんですけど、うん、この古いは、うん、あのニコニコ動画初期から活動している古い仲間っていう意味かなっていう。関係って何？関係は砂鮫さん自身に関係がある。でも、あ、でも関係って今って引いたんだっけ？今引きました。あ、じゃあ古い関係とかだったらあれだったけど、うん、それをどうにかしたいかために、じゃあ絵描きか。絵描きか。5月病マリオとセラミカルが豪勢な暮らししてるイメージはないよ。それひどい。ひどい。この人安い焼酎飲んでるよ。ひどい。豪華な暮らしって感じじゃない。安い焼酎でベロベロに酔ってるよ。豪遊してるイメージ。じゃあ2人は麻薬仲介人だと思いますか？はい。そうなった時に砂鮫さんは麻薬仲介人で、関係が、関係という言葉をこの中から言うと関係者が仲介人やから関係者が多いみたいな。あ、で、砂鮫さんも関係してるっていうダブルミーニング、ね、考えてくださいよ。セラさんは砂さんのことが嫌いだったんですよ。だから殺した。だからそう言ってた。絵描きにするか、絵描きにするか。いや、わかんない。これ正直これマジでむずい。うん、わかった。俺はこれは、うん、マオさんとフルニーの意見に従います。麻薬だ。麻薬だよ。麻薬だ。古いって何？古い、古いはな、フルコンのフル。あ、だから麻薬仲介人、フルコンさん。俺は中毒者の方だよ。ああ、そうか。仲介人は俺か。うん、仲介人は取り。でも絵描き、これマジでむずい。どっちがいい？俺ね、麻薬仲介人の方が犯人でいきます。うん、なぜならば、セラさんとスナさんは仲いいから。ああ、よくわかんねえ。うん、よくわかんない。結果よくわかんない。麻薬仲介人に殺されたんだよ。絵描きは殺さない、スナさんのこと。砂鮫は麻薬仲介人にテディベアで驚かされて殺されました。どういうことだ。その通りです。おお正解だった。正解でしたね、うん、ちなみに天国の砂鮫さんが聞いているかわからないんですけど、うんうん、はい、やっぱどういう意図で置いたかとか。古いはあの、うんうん、年齢で若者じゃないっていうのとか、なるほど、アイドルと歌い手がすごいなんかノイズになってたから、うん、若者じゃないよっていう感じの、はい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 、じゃあ犯人あそこの3ヒットで逆に失敗したのでかかったんだな、うん、まあまあ、まあ、確かに、ね、これ無理だったっすね、多分ね。贅沢な暮らしの意味、やっぱイメージですか。そうだ、なんかもうそんなもう札束で人叩いてるみたいな感じのそういう感じだったからね。いやー、よかったよかった。なんとか私の死は無駄にならなかったようですね。あ、むずいよ、確かに。何人はお前だ。やったー、お前だ。テディベアで殺された。こっちは怖え。ここ柔らかな目と明るい下っけ。強かったのでかかったね。熊と言ったら冬だなっていう、ます、でもなんかもうここ俺は分かりそうな雰囲気だったからさ。一応一応念押ししとこうかなっていう。じゃあテディベアだよっていう意味で冬をそっと支えたら。いやー、面白かった。これ完璧です。はい、ということで砂鮫さんは無事報われました。ナイスメッセージでした。ありがとうございました。